内側だったからね。ですよ。あと5秒。はい、オッケー。ラスト1分になりました。いけた。3、2、1。はい、オッケー。帰ろうとして。なんかこいつ分かってないんだ。分かってない。ずっとこうですよって言えないんですよね。逆に言うあれ5件しかなかったんだよ。あ、そう、行っちゃいけない気がする。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤隆です。オーストラリアメルボルンマルバンシティ FC の佐藤隆です。キャンプ3日目いきます。三浦家すげえです。カズさんの力で晴れさしました。これお前や、これえこれWe'll be right back.
山田さんが。お、皆さん。カズさん、矢野貴章さん、あのお肌真っ赤っかなと思っちゃった。矢野さんだけど、昨日ね、みんな赤のスパッツみたいな。練習は一応2時半ですよ。あ、前行った12時だ。前ふっ。髪かき上げんなって。ダサいから。さあ、うん、午後も頑張ろうか。うん、最高のマシン、レストの時間マックスでレストしてる。スタート間にちょうどいい距離ですね。あと5秒、同じペースでいきましょうね。同じペースで、はい、 OK、 かかとです。骨盤動かさないですよ、骨盤動かさないですよ。はい、今度裏返してスタート。足固定しちゃっていいです。肩上げないで、軸が、上半身に軸が、背骨が軸残してください。
タート。上げたら下沿ってぐんと広げる反対の手。軸がありますよ。軸がありますよ。軸が上げる。締める。上げる。よーい、スタート。めっちゃ辛いな。はい、体幹です。こう動かない、こう動かない、こう動かない、こう動かない。セルはもう何年前やろ。名簿やろ。セルはもう何年もやってるからよいしょ。いやでもしばらくやってないとまたきつくなるな。確かにな、やっぱ続けなあかんね。神戸もこれあります。こんなみんなでやります。やりません。神戸こんなんありません。外人なんで外人事故。え、外人事故もっとやばい。優しい。パリきつい。じゃあ、ハート2、よいですか、はい、よいですか、よーい、スタート。カズは正解です。お箸を見てくださいね、お箸を見てくださいね。よーい、スタート。そう、それです、それです。開く、軸が残ります。ここにやった中で、開く、閉じる、開く、はい、OK です。最後に1回 OK ですって。やってるな。ここで終わった。ここで、はい、次また、ここから両足のスタート。違う。え、はい、OK です。上げてね、その筋肉は。そうじゃないですね、膝をここで、これでいいでしょ。そうです、そうです。ちょっと違いました。上げてたじゃん。はい、楽してました。楽してました。それはそれできついよ。きついよね。はい、これはこれできついよ。こちらはきついよ。そう、そこです、そこです。スタート。バタ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 。リズムラルト。パンパン。まあ、早くやることないです。左手と左足。こう。同じってこと。同じってことです。スタート。おかしいでしょ。全然しないよ。こう。スタート。さあ行きます。よーい、スタート。はい、OK! ラストいくね。
帰ろうとしてね。駐車券。駐車券違うってまだ。まだ今からあるから。駐車券。違う。え？帰ろうとしてね。違うって。まだ今からしたいって。あるってあるって。武田さんありがとうございます。お疲れ様でした。これ30秒やって30秒レストですか。はい。体感バカきつい。これがカズさんのキャンプか。ね次ランニング行きます。ランニング。ランニング行きます。じいちゃん俺だ。疲れました。結構疲れたな。ハードでした。余裕あんなお前。お前余裕ないの。余裕ない。高校との戦い今のランニング。何回と漏らしてもいいかなと思った。危なかった。2つで行けちゃう。のりやき様のもやろうか。みんながな練習頑張ってくからやろうやっておくよ。あげてくれ。ごめん、取ってて、ごめん、こっそり取ってて、ごめん。裏方の仕事もちゃんと取っといて。乾燥機もな、こうやってバラバラにした方が乾きやすいんやんで。何のこれ。僕のです。捨ててやこんな。俺のは捨てるな。いっぱいね、こういうところはいろんな人がおるからさ。もう動画止めてます。ザーブラーザーブラーザーブラー。ごめんごめん、マシだマシだ。おーよしやろう、みんなでやろう。やっぱこうやって一人一人がさ、出るためにやったらチーム強くなるよ。なる？なるよ、絶対強くなる。こうやってさ、じゃあじゃあもう止まってるからもういいよ。ザーブラーザーブラー寝たよ、おちゃん。ケンタキー、もしかして。なんかこいつ分かってないんだ。分かってない。わざわざ分けてやってんのにさ、乾燥機一緒にかけて。え、混ざった。素人じゃん、素人じゃん。ヤングコーン。マジか。え、これじゃあもうどっちの部屋の人か分からへんくなったんじゃん。分からん、分からん。うわ、誰がこいつ連れてきたの。遅れてきてさ、洗濯もできん。3日目から来て、それ。そんな言われる。そんな言われんの俺。後でしなくてもええやん。大体わかるやないか、お前。そんなん後でやってもええやん。これは誰だってわかるやん。プーマーを乗せていくんでわかるやん。でもお前痛いって。お前ざけんなお前。
え、リキア、洗濯の後何あんなんこれ、この時間何今これ。え、後輩にケアさしてる。大統領。大統領います。先輩の権力使って後輩にケアさしてる。大統領。バカなりです。もっとお前柔軟に、そう。指示まで出してきてるやん。なんなん疲れてんの？疲れてる。お前来たん今日やん。今日も動画を見ていただいてありがとうございました。今、山内とリキアと洗濯物行ってきました。洗濯物下ろせ。はい、初めて洗濯物してきました。いつも山内と力也がやってくれてます。じゃあ次の明日に向けて早寝ますということで、今日の動画が面白いと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。